ダイアトニックは日本の競争は主な勝倉は2019年のスワンステークス。2020年の函館スプリントステークス。場名の意味は7音構成の音階。母なより連想。2015年5月12日、北海道浦河町の境牧場で誕生。牧場時代は遅生まれながら目立つ存在で、セール上場前から多数の関係者が本。 馬を見るために牧場に足を運んでいた。2016年の北海道セレクションセールで、ノーザンファームによって3000万円で落札され、一口場主法人、シルクホースクラブから総額4000万円で募集された。育成は、ノーザンファーム空港牧場で行われた。立党、安田孝之き級に入厩。2017年12月16日の新馬戦で、デビューし、 翌年のローズステークスなどを制するカンタービレを大外一気の末足で花ささし切ってウイジンを飾る。デビュー2戦目500万下は4着に敗れたものの休養を挟んで距離を1400メートルに短縮した3戦目の500万下で2勝目を挙げる。その後は約2ヶ月間隔でレースに出走したが赤敗が続き年内には1000万下からの脱却は叶わなかった。 年明けから疑音特別、イカルがステークスを連勝し、オープン入りを果たす。初の重賞挑戦となった、ダービー強チャレンジトロフィーで4着に入ると、自走のアチジョーステークスを1分19秒6の高度計で解消した。秋初戦のスワンステークスでは、クリストフスミヨンが初起乗。重賞未勝利のみながら一番人気に押され、直線で大外を追い込むと、モゼアスコットを、 花さはわして優勝。この年だけで京都市は1400メートルのレースは4勝目となった。堺牧場の生産場としては2015年中リップ賞の心の愛以来4年半ぶりの重賞制覇だった。次戦のマイルチャンピオンシップも引き続き隅四期場で4番人気に押されたが直線で伸びをかき10着に終わった。初戦の京都金牌は2着。続く、 半球杯は一番人気に押されるも、直線でフィアーのロマーノの進路を妨害して2位、入選三着後着となる。初の GI 出走となった高松の宮記念では、前走とは逆に後着となったクリノガウディの被害を受けながらも三着と評価の高いレースとなった。自走の函館スプリントステークスでは、単勝一番人気に答え一着となり、重賞二勝目を挙げた。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。